はい、ゆきでーす。ゆきでーす。ということでね、今回食べるのは、こちら、ファミマで、限定発売されている、ファミマの激辛肉まんだったかな。名前ちょっと覚えてねえ。名前なんだっけ？炎の激辛なんとか肉まんみたいな感じじゃなかった。激辛。炎の激辛麻婆肉まん。値段が130円。2種類の豆板醤に山椒が効いた刺激的な辛さの麻婆肉まんです。こちらね、数量限定って書いてあるんですけど、本当になくなったら終わりなんですよ。その店によりよりけりみたいですね。うん。で、3軒ぐらいで、ね、ファミマ回ったんですけどね、ようやく手に入れましたね。ああ、売ってないんですよ、これが。でね、店員さんに聞くとね、ああ、もう売り切れ、なくなっちゃいましたね、とかって言って、あれーと思って、で、ファミマの、ホームページで確認したらね、11月の20、ねえ、何日までだっけ？何日までやってるんだよ。やってるって書いてあるんだよね。うん。だから、あれーと思って。まあ、これはね、非常に辛いということらしいです。ので、食べていきまーす。はい。うわ、なんか垂れてきた。うわ。うわ、なんか垂れてきた。水が。さっきレンジでチンしたから、水が。うわ。辛いって書いてありますね、これ。あちち。裏側には、麻婆肉まんと書かれてます。辛。麻婆肉まんって書いてありますね。それでは、食べていきまーす。ほら。辛、麻婆肉まん。個人的にはね、肉まんはね、ピザまんの方が好きなんですけど。はい、いただきます。豆板醤？独特な辛さですね。唐辛子の辛さとかじゃなくて、なんか、山椒か。山椒の香りっていうか味がすごいする。うん。癖がありますね、味にね。まあ、辛いよ、辛い。でね、昨日ね、激辛の、激辛ペヤングの世界記録樹立したわけですけども、そのせいでね、今日はもう、4回ね、下痢行ってますんで、トイレ行ってますんで。全部下痢です。うん。でね、ケツを拭いたね、うんこを見たらね、こうやって見たらね。まあ、ご想像にお任せします。まあ、辛い。まあ、辛いかな。まあ、まあ、確かに辛い。
辛い。まあ辛いか。そこそこ辛いですこれは。確かに。結構顔が赤くなるぐらいなんで。若干汗ばむというか。辛さ度数はまあこんぐらいだとまあ50ぐらい。50ぐらいだな。まあ問題なく食べれますね、これは。まあそもそもね、カレー、肉まんとかって、ラーメンとかじゃないんで、熱くない、そんなに熱くないんですよ。汁物だと本当に、辛さがすげえ引き立つんで、で、さらにスープも、まあ俺全部飲むんですけど、その、飲んだ時に、特にスープを飲む時に、めちゃくちゃこの辛いいうのが来るんですけど、この肉まんはね、特にそういったものがないの、ない分楽ですね。ということで辛さ度数は50、ちなみに一番俺が食った中で辛かったのは蒙古タンメン中本の北極ラーメンですね。店のね、カップラーメンのじゃなくて店のやつ、あれが120ぐらいかな。辛さ度数120ぐらいで、もうギブアップするかしないかぐらいだったけど、まあ汁まで全部飲んだんで、汁飲まなかったら割と余裕なんだ。汁まで全部飲むって言うとかなりきついんだ。まあそんなもんですね。ということでご視聴ありがとうございました。